二十六年式拳銃は千八百九十年代初期に開発、採用された大日本帝国陸軍の拳銃。創設間もない日本軍で最初に正式とされた S&W ナ、no. ンバー三回転式拳銃式の S&W ナ、no. ンバー3及びカニメ打ち式の各拳銃を重心長や相談数の違いにより一番形、二番形、三番型として分類し、 おのの正式としていたは強力な弾薬を使用でき、壊れがたい頑丈な構造を有していたが、その重量、サイズの大きさや、シングルアクション専用で片手での連射に、何のあった点が欠点とされ、ダブルアクション機構を有する拳銃が待望されていた。すでに、村田中の国産化に成功していた陸軍は、百八十六年に、フランス軍用マス百七十三拳銃を、 入手し、陸軍と山学校において国産化研究を始めたが、維新以来の技術的な蓄積により模倣が比較的容易だったグラース銃とは異なり、日本とは桁違いに高いフランスの工業水準を背景により新しい技術で製造されていたマス1873拳銃の模倣は混乱を極めた。マス1873拳銃は、 重心と一体化したフレーム内に断層が固定されている構造だったため、中折式よりも頑丈だったが、中折式の S&W ナ、no. ンバー3に比べてはい、さや、再装点に時間がかかる点が嫌われ、中折式の継承を望んでいた、騎兵家からの上進により、38口径で中折式と D、A 機構を顕微したスミスウェソン後連発拳銃の採用が、 この時期に検討された記録も残されている。また、マス1873拳銃は黒色火薬を用いた弾薬を使用していたが、同時期に欧州で製品化されたばかりの無塩火薬採用が追加して求められるなど、東京方平交渉での国産化計画は1893年に至っても具体的成果を上げられないまま難航した。 国産化の試行開始から7年を経た1893年に、至り、マス1873拳銃を模倣するプランは、放棄され、世界中に多くの銃器を輸出して、日本の銃器開発とも密接な関係のあった、ベルギー製 9mm ベルジャンネグント M1878 と、その弾薬である9ル m x 2 2 r 弾をモデルに、 S&W の中折れ式機構を足した独自設計の拳銃が急遽開発され、これが1893年に陸軍の新製式拳銃として採用された。26年式拳銃と同拳銃の部品26年式拳銃がモデルとしたネグンと M1878 はサイドプレートを簡単に取り外すことができる構造となっていたが、26年式拳銃はこれを継承。 発展させて、調子外上にサイドプレートを開いて、日常的なメンテナンスを簡単に実施できる構造となっていた。これは、フランスのファグネスリボルバーと同じ構造、外観デザインをしている。拳銃に狙撃能力は、必要ないとの判断から、S、A 機能及び、撃鉄の指掛け部が削除されて D、A のみとされ、照準は固定式で製品によってばらつきがあったことが、 記録されている。また、シリンダーが勝手に回転するのを防ぐ部品がついて、おらず、引き金を絞ると、その一部がすり上がって、シリンダーノッチに緩合して、撃発時のミシリンダーの動きを止める構造となっているのも26年式拳銃の特徴である。26年式拳銃の重心は、9メートル MX22R 弾薬の弾頭外径が9.10。 ミリメートルであるのに対して、空線の深さを0.15ミリメートルとして、谷径を9.30ミリメートルまで掘り、意図的にライフリング谷底の間壁から前方へガス漏れを発生させる構造とされた。この手法は、現代重機の H&KVP70 でも採用されており、26年式拳銃と同様に深、ボリライフリングを用いてくる圧を下げる工夫が施されている。 空圧を下げた代償として初速が低下するため、特に26年式拳銃では端的な定威力の原因となっている。26年式拳銃用の専用弾薬である9メートル MX22R 弾薬は、38S&W に近いサイズの薬莢を用いていたが、その内部構造は現代式の無塩火薬を用いる弾薬とは若干異なっており、 火薬と弾頭の間には2枚の厚紙で上下を挟まれた牢板があり、防湿と火薬外を兼ねているなど、旧来の弾薬から継承されたデザインで製造されていた。銅弾薬のエネルギー値は当初の模倣対象だったフランス軍ニオーマス1873拳銃に使用されていた 11mm エメリー1873弾薬に準じたエネルギー値となっていた。 弾頭が飛行されていないため、人体に命中すると変形するダムダム弾と認識される可能性があったが、束ねた、新聞紙、杉板、砂に対して銅弾を打ち込んだ、実験の際には、初速が非常に低いため弾頭の著しい拡張、変形現象は発生せず、ハーグリック戦条約には定触しない水準のものとして、そのままの形状で使用され続けた。1924年、 皇太子、広人親王と両子女王の結婚の儀において、ご両者の警護にあたる憲兵貸士官内史上等兵。左腰の32年式軍刀とともに、右腰後には26年式拳銃を装備している世界各国の軍用拳銃は、保守的なエンフィールドリボルバーに固執したイギリス軍を除き、第一次世界大戦から戦艦機にかけて回転式拳銃から、 自動拳銃へ移行し始めており、日本においても早くも、日露戦争当時から陸軍内で南部式自動拳銃が使用されていたが、当時の傭兵では拳銃の用途は限定されたものであり、拳銃を主装備とした、騎兵化の衰退とともに長年その更新が帰り見られることはなく、回転式で故障も少ない26年式拳銃は、そのまま使用され続けた。 南部式自動拳銃は中国やタイへ輸出されるなど一定の地位を築き1924年には海軍に採用され翌年には改良型が14年式拳銃として14年式拳銃実報ともども陸軍に採用されている26年式拳銃の生産は14年式拳銃より小型で安価な94式拳銃が採用された1930年代 後半に終了したと考えられているが、在庫の関係により少数が太平洋戦争の終結まで使用された。ありがとうございます。